どうもバンです、今日は自作ラジコン飛行機1号機を持ってきました。前回からの変更点なんですけども、フロートのここの部分ですね、ここにマスキングテープ黒を貼り付けてきました。意図としてはですね、撮影時にこのフロートの黄色がね見えるのがね気に食わなかったんですよ。あまりにもこの赤のねこのピンク色っぽい赤と発色のこうどぎつい黄色のねコントラストがですねあまりにもおもちゃっぽく見えるんですね。まあ前にも申しましたけどおもちゃはおもちゃなんですよ。なんですけどもちょっとあまりにもダサかったんで、映り込み要するに機体の性能とかそんな関係なしです、映像の問題です、特に縦動画を撮るときにですね、まあ、そういう傾向があったんで、ちょっと対策してみました、この動画は横動画なんですけども縦動画をまたアップしますんでそのね、違いを見ていただければと思います。それでは準備していくんですが今日はね風速は1メートル以下ですね、若干の追い風北風です。
はい、どうもです。1号機久しぶりなんで、ちょっとね、感覚が鈍ってました。まず離水に失敗しました。これはフラップをね、下げ忘れましたね。で、上空行ってからはフラップを上げ忘れというね。散々たる結果になりました。着水はね、うまく決まりましたけれども、なとこですね。あとは、バッテリー2本目行くんですけども、その前にトリムコピーして、バッテリー2本目に備えようと思います。着陸今までで一番、スムーズに決まったかもしれないです。ただトリム調節なんですけれども、ずっと課題は続いてます。のフルスロットルの時にやっぱり、直進するようにしようと思います。というのもですね、単発機なんでフルスロットルの時と下降中でスロットルを弱めている時とでやっぱり直進性が異なるんですね。それはもうどうしようもないんで、やっぱりフルスロットルの時に合わせるという形になろうかと思います。それではバッテリー3本目いきます。
はい、でも、最後ね、4セルバッテリーで 450mAh しか、容量がないバッテリーなんでね、ちょっと物足りないですね。まあでも、最初の離水はパワフルに、離水できたかなと。で、離水の時にね、思ったのが、やっぱり無理に、自ら離れよう離れようというふうに思わずに、一旦プレーニングって言ってですね、水の上で滑走するように心がけて、で、滑走まで行ったらこっちのもんだというふうにね、意識を切り替えた方がいいかもしれないですね。船の時もね、その、プレーニングって言って滑走するかしないでね、全然速度が変わるんですね。水にへばりついてるのか、水の上をね、飛び跳ねるように、こう、滑走する時をですね、その滑走っていう状態っていうんですけども、その状態のね、違いですね、それをね、今回3回目のフライトで感じることができました。本日以上です。ではでは。